絶対に丸いです。いや、そんなことはありえない。何を言い争いしてるんだ。弁敗。パンダさんが地球は丸くないって言うんですよ。地球が丸いなんて嘘だ。だって地面はこんなにも平らじゃないか。時代設定いつ。抵抗ペンギン。地球が立方体だとどうなるのか。丸い地球の上に建物が建っているなら傾いてなきゃおかしい。傾いてないってことはきっと地球はサイコロみたいな形をしてるんだよ。いい着眼点と発想だが、残念ながら地球は丸いんだ。教えてやれ、シャチ。確かに。はあ、どうして建物は傾いていないんでしょうか。まさか本当に地球はサイコロみたいな形をした立方体なんじゃ。お前まで信じるんじゃない。地球は球体だ。じゃあなんで地面は平らなのさ。俺たちが見ている地面は地球のほんのわずか一部に過ぎない。生き物からすれば地球はとてつもなく大きいから地面は平らのように感じるんだ。なるほど。スケールが大きすぎて球体なのに自分たちにとっては感じられないということなんですね。その通りだ。理解が早いな。ですってパンダさん。地球は立方体じゃありませんよ。自分の言った通りでしたね。いや、さっき立方体説信じかけてただろ。地球が立方体なんて考えを本気で信じてたなんて恥ずかしいですよ。恥ずかしいのは信じた自分を棚に上げているシャチ、お前だ。何話してるんだ。仕事しろ。仕事しろボットが来たな。ほら仕事しろ仕事しろ。急ぎの仕事なんだ。早く終わらせてくれ。なんでそんなに急いでいるんだ。実はうちの技術開発部がテラフォーミングが可能な装置の開発に成功してな。テラフォーミングって何ですか。惑星を人が住めるように改造することだ。これがあれば惑星を大きくしたり形を変えたり何でもござるだ。形を変える。ナスタやジャッカに売りつければ大儲けだな。はっは。高い技術があるのになんでこんなブラック企業で働いているんだ。某企画技術開発部。この惑星改造装置は一刻も早く売って金にしたいからな。明日の朝までに頼むぞ。また残業か。はい上司喜んで。お前また俺に押し付ける気だな。じゃな。数時間後。おかしい。いつも仕事を押し付けるパンダが残業して自分でやっている。どうしてだ。まさか。パンダちょっとトイレ行ってくる。行ってらっしゃい。改造対象は地球だ。これで地球を立方体にすれば僕の考えは正しかったことになる。シャチのやつ僕を舐めやがって。やっぱりそういうことか。なに。ああ、返してよペンギン。ダメだ。地球が球体か立方体かなんて些細な違いなんだからいいじゃないか。シャチのやつをギャフンと言わせてやるんだ。ペンギン、君が止めるなら僕は抵抗する。俺のセリフをそんなことに使うな。それに地球が立方体になれば大変なことになるんだぞ。転んだら死ぬ。いいか、地球の重力というのは万物を地球の中心へと引っ張っているんだ。地球が丸いと重力は必ず地面に対して垂直に引っ張ってくれて、どこでも重力の強さはほぼ一緒だ。だけど地球が立方体だと必ずしも地面に対して垂直に引っ張ってくれなくなるんだ。それが僕たちにどんな影響を与えるの。まず面の中心部分が一番重力は強くなり、立方体の頂点付近が一番重力は弱くなる。重力が弱くなるんだね。好きにいるみたいに大ジャンプできるかな。そこまでは重力は弱まらないから残念ながら無理だ。それにそんなことをしたら危険だ。どうして。立方体の頂点付近では地面に対して斜め45度に重力がかかる。生物にとっては斜面45度の坂にいるように感じるんだ。確かにかなり急な坂だけど何が危険なのさ。さっき言った通り面の中心の方が重力が強いんだ。だから立方体の頂点で転べば面の中心へと向かって転がり続ける。つまりたった一度転んだだけで死ぬんだ。立方体の地球では。地球が丸くてよかった。住める場所がなくなる。さらに面の中心に直径 2000km から 3500km、 高さ 360km の膨らんだドーム状の海ができる。日本列島の長さは 3500km だから面の中心に日本があったら水没してしまうな。そんなに大きな海ができるんだ。海だけじゃない、大気も同じように面の中心にドーム状に集まる。だから生物が生息可能な範囲は海の周囲の数キロメートル圏内までになってしまうんだ。住む場所の奪い合いになってしまうだろうな。生息可能な範囲外はどうなってるの。範囲外には大気がなくなっていて宇宙空間になっている。だから住む場所を失えば死だ。住めるのは真ん中にある海の周囲だけか。じゃあ面の中心には住めないね。そんなに面の中心に住みたかったのか。うん、丸い真っ赤な大きな家を建ててサイコロの1っていうボケをやりたかったんだ。空から見た人間全員が鼻で笑うな。海の生物がほとんどいなくなる。
立方体の地球になると海の生物がほとんどいなくなるんだ。ペンギン絶滅するんだ、ダッサー。今ここでお前を見せてやろうか。でもなんで海の生物がいなくなっちゃうの？海の生物っていうのは生きるのに必要な元素を食べることで吸収して、死んだら深海に沈みながら分解されていくんだ。普通だったら元素はそのまま深海に溜まってしまうんだが、海には海流がある。海流によって深海の水が表層に戻ってくるんだ。そうして表層に戻ってきた海水に元素が含まれているから、それをまた生物が食べてまた死んで深海に沈むのを繰り返すんだ。立方体の地球ではこのサイクルが起きなくなってしまう。どうして？このサイクルは海水の温度差によるものだ。立方体の地球は海水が面の中心に集まってしまうことから、海水に大きな温度差が生まれずに滞留しなくなってしまう。海の生物が生きられなくなっちゃうんだね。でも海の生物がダメでも陸で牛とか野菜を育てればいいんじゃないの？狭い土地では食料を満足に生産することも難しい。とてもじゃないが70億人は生きられないだろう。きっと食料の奪い合いになる。食料を確保できなければ死だ。だからペンギンは僕を止めたんだね。世界は大混乱に陥ってしまうからな。それにシャチのこともある。シャチくん？ああ、そっか。食料がないときっと真っ先に俺たちが食べられるからな。間違えることは悪じゃない。地球が立方体になるとそんなことが起きるんだね。地球が立方体であるなんて考えを本気で信じていたなんて僕は恥ずかしいよ。間違えたことは別に恥ずかしいことではないと思うぞ。え？間違いは誰にでもあることで恥じゃない。むしろ間違えることは新しいことを知るチャンスになるんだ。ペンキン。ま、許されない間違いもあるが、多くの間違いは悪じゃない。間違えることを恐れずに挑戦していけばいい。立方体の地球のようにたった一度間違えただけで死ぬ世界じゃないからな、この世界は。いいこと言うな、ペンギンは。おい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 、なんだ、ひっつくな。今お前何をした？これがさっき説明してくれた斜めに重力がかかって面の中心に引っ張られるって現象なんだね。何やってんだパンダ。間違って押しちゃって。まあだって一回の間違いだし許してくれるよね、ペンギン。まあ一回だししょうがないか。って許すわけないだろ。許されない間違いもあるって言っただろうが。なあ。大事なお知らせ。いつも抵抗ペンギンを見てくれてありがとな。急にかしこまってどうしたの？知らないんですか？抵抗ペンギンが動画を YouTube に投稿し始めて2年が経つんです。まあそんなに？ここまでやってこれたのも応援してくれたみんなのおかげだ。みんなありがとな。というわけで2周年記念、新しいグッズを出すぞ。ぬいぐるみ？ただのぬいぐるみじゃない、アームレスト付きなんだ。何ですかそれ？ PC などの作業をするときに腕を置けるクッションだ。これを使えば疲れないぞ。本当だ、全く疲れる気配がない。ペンパイが膝の上にいるなんてテンション爆上がりです。何より仕事がはかどるだろ。仕事がはかどるんだって？ならこの仕事も頼んだぞ。これがあれば仕事なんて余裕だよ。自分が今までこんなにできる日があったでしょうか。アームレスト一つでここまでやる気になるなんて。1月22日から2月21日まで受注を受け付けているぞ。詳しくは概要欄をチェックしてくれ。買ってくれたらペチペチしてやる。ペチ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 。みんな給料日前後だから買えるよね。ねえねえペンギン、レモンコアって知ってる？二人の科学者が犠牲になったプルトニウムの塊だろ。知ってるか？それがどうかしたのか？僕すごいアイデア思いついちゃったんだ。レモンコアをキャラクターにしたアニメを作れば流行りそうじゃない？次回レモンコアに触れるとどうなるのか。パンダ、流行ってないぞ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。